じゃあ,あれだねひふみさん先輩の強しいは飲んだら必ず締めのそば食いに行こうとみんなを誘い必ずカレーを注文する <laughs> そば屋かですねいる,いるよね <laughs> そこに行ったのにそこのものを頼まないあのー、でこうご飯とか食べに行っても、うん、ああって今日は違うの食べようって思ってきてるのに結局そこで毎回同じもの頼んじゃって、うん、違うの食べれなくて今度来た時こそあれたのも。 でままた同じの頼むああそれりす何ででしょうねあれうんなんですかねやっぱそれが美味しかったっていう記憶があるからってことですね自分の知り合いにここのご飯よく連れてってくれる地元の人なんですけどここのお店はこれが美味しいよっつってみんなが頼み終わった後に「あ俺は違うやつ」みたいなのをしょっちゅう頼む人がいて「おすすめしてんのに食べないの?」みたいなの人がいて。 いるよね、はい、あのそれで行くとここお魚おいしくってって連れてってんのにそれこそカツカレーを頼まれた時はガクッときましたね娘に何 <laughs> <laughs> でみたいなまあそういうやつですよね,ねあれは単純にそうで食べ放題の焼肉に焼肉と食べなくって んかこう本当んかどっか外に連れてって食べさせようとすると食べないよねあの子ね家での方がよっぽど食べるそうなんでって言するのか食べる気がうせえひふみさんカレーのルーは右側は左側はかゆさん右側左ですね熊五郎さん飲み会の締めはラーメンだよなカレーのルーは右側左側私左ですね 左左左だよねあれどうだっけあ<ー>右ですけどね右だっけ自分普通にカレー皿に真ん中にご飯を吸って上からかけちゃうんですよ <laughs> 普通に<ー>などうせ一緒に食べるからその方が楽だなって思っちゃうんですよねでじゃあ右左に分かれてたらどっから食べますか例えば混ぜって食べる人もいるじゃないですかあ,<ー>あとあのご飯を取ってカレーにピッてつけて食べる人とカレーを取ってカレーから食べる人とあの 私、境目のところから食べる小学校ぐらいの頃はこのごカレーに生卵入れてぐちゃぐちゃに混ぜて食べるのが好きだったんですよ、<ー>ただ今は一緒で、もうその境目から、もう本当に寄ってくるじゃないですか、減っていったら、その交わってるところから食べますね、うん、私もこう真ん中からこう境目から食べていきます、局長は僕はかけて食べますね、このえカレーをかけてじゃないすくってご飯 にかけごここにかけてその取りたいところのそれで食べますあカレーどんどん食べたくなってきたな <laughs> だから混ぜる人が僕はよくわからん、あのー、全部あなただけじゃないのよって思っちゃいます私は <laughs> こんな感じはしないですよあ<ー> <laughs>、うん、だけどあの自分とは価値観違うなみたいな感じはします、うんなんかその 小学校ぐらいの頃は、まあ、全然、もう、自分の食べるもんだから、うん、もう、そんなの気にしないじゃないですか。うん、でも、ちょっと、この年齢を重ねてくると、やっぱ、周りから見られてるってこと、ちょっと意識しは、うん、しだの。うん、しだしたのに、ね、自分は、だから自分は、もう、混ぜなくなりましたね。いやー、なんかねー、混ぜられると、勘弁してって思いますね。えー、<ー>二度と、この人とご飯は食べないとか。と、えー、食べ方が、汚い人は嫌いですよね。あ,うん、あと、何食べるにしても、吸う人。 あれ嫌ですねあとペチャペチャ音立てる人まあそれはねうんはいはいんですよね。え最後の締めがラーメンはあっちだよね内地だよねやっぱりそうですね沖縄どうですかよく締めは締めはステーキって言いますけどそうでもないですよねそうないですよねオーバーにいってるまあいますけどステーキ食べる人もでも自治会長さんはヤギ汁って言いますねそうそうそうヤギ汁もねいくしうん どどんどん体壊しますよねあれめちゃくちゃ体に悪いって言いますよね。うん、酒飲んだ後のラーメンとかは。うん、ああ、ラーメンもう血管詰まりそうね。なんか酒飲んで。はやばいすよねね。うん、絶対食べたら水飲むなって言いますもんね。油、うん、が固まるから。うん、かお酒飲んで、利尿作用があるお酒飲んで、もう尿で水分が出てったとこに塩分の濃いラーメンとか食べたら。 やばいって聞きますよ。あいやー。怖 <laughs>、えー。コメントが今のカレー話でいっぱい来ましたね。はい、えー。エマさんご飯にかけちゃう。お<ー>、はい、一緒ですかね。はい、じゃあ自分と。はい。カユさん境目を混ぜながら食べます。ああ、そこかな。ヒフミーさんはルーは左側、ご飯すくってルーをくぐらして食べるな。おお。 えー、ひーさんこんばんははいお疲れ様でございますバッテンクマゴロさん生卵入れるとカレーの辛さがまろやかになるよねすごいおいしいですよね、うんえー、ひーふみさん最後のみ口くらいは混ぜすぎないくらいに混ぜるおお<ー>皆、うんえー、さん外では普通に食べるけど家ではつい混ぜちゃう <laughs> <laughs>、えー、ひーふみさんルーが少ない時に生卵入れるああ境目をねえ<ー>マさん自由に食べたらいいよ <laughs> かわいい <laughs> ありがたい意見ですねえーはい、酒の の締めの話ですね。かゆうさんはうどんって言ね。ひふみさんは飲みの締めはコンビニ前でヤンキー座りでしじみ汁。トリオさん、私、ライスの上にカレーのせちゃう。ああ、一緒の。なんかやっぱりカレー食べたくなってきちゃうな。でもカレー的聞く自分の家のカレーが一番おいしいですね。なんだかんだ。私のカレー大しておいしくないよね。 うちの母、母と祖母のカレーは隠し味を入れすぎる。いや、違う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 。<ー>おばあちゃんのは。はい。 隠し味が思いっきり出てるじゃなやあのあった果物入れるんで前びっくりしたのがバナナの味しかしないカレーが出てきたそうそうそう私もあれ勘弁してほしいと思った何入れたのって聞かなくてもバナナが入ってるんだろうなってのはもう明らか分かるんですけどこのね形式上ね聞かなきゃいけないじゃないですか何入れたのって言ったら私隠し味しかってないよだってだってカレーはもう戦いようがないしあれが嫌なんですよ俺は。 ココナッツミルクが入ってるカレーですよ。あれ違うよ、今何年作ってないかい。<laughs> <う>ただ単に自分の好みですよ。グリーンカレーが嫌って言ってるだけですよ。本当に。食えない。食えないってお前だよ。<laughs> あれはだめだ。もう。<laughs> でもうち面白いのが食べ物必ず2対2に分かれるんですよ。あの,ー、あのこのココナッツの話も私と次男坊は好き。はい、娘と あのマサトは嫌い、はい、でだから公平どっちなのって言うとみんなの顔見て、うん、お兄ちゃんと同じってそれで今度酢豚普通がいいですよ自分は何でも酢豚もパイナップル入ってない普通のでいいしカレーもねココナッツミルクの入ってないグリーンカレーじゃなくて普通の家のカレーでいいしご飯も。 五穀とか入ってない普通の白米でいいのにわざわざ余計なものが入ってるものを出してくるからやめてくれって言ってるだけでもう本当にうるさいんですよ <laughs> こいつ、ね、だから健康のためにとか <laughs>、はい、やっぱり自分がだんだんね調子崩してきたのと、はい、子供たちの顔色見てたらこれ必要だなって作るじゃないですかあ<の>そうするとこうやってタル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 文句言うんですめんどくさいことをしなくていいから普通のものを出してくれって言んですよ俺はわかります<う>皆さん いいよ、黙っとけ。<laughs> ほら、ほら、もう、エマさんもそれねとか言ってくれてます <laughs> 絶対そうなんですよ。でも、普通でいいんですよ、普通で。でも、ほら、こうやってずっと喋るじゃないだから喋れなくなるだけで、<laughs> 皆さん、どっちどっち、はい、あの、パイナップルさ、入れたって入れなくたって好みじゃん。別に食べればいいじゃないですか、かパイナップルだけいいから黙っときお前。<laughs> <laughs> <laughs> あの、パイナップルを入れたい派3人なんですよ、はい、我が家は。だけど、 あの別に娘が入れたくないって言っても、多分娘だけが入れたくないとか、他の子が入れたくないって言って、2対3だったらうち入れるんですよ。はい、ところが、こいつが入れたくないって言うと、みんなため息ついて、入れんのやめようねって、<laughs> <laughs> ずーっと言うので、ずーっと言うんですよ、2年でも3年でも。だからうちはパイナップルが入れられないんです。<laughs> あの皆さんあの、自分で作れって言うんですけど、自分で作るんですよ、自分。 でも本当に料理は一番うまいのがあの長男が一番おいしいんですよもう半々ぐらいで料理作るぐらいでやるんですけど自分は普通のを作れるんですよおいしいのね普通の手の込んでないただ普通の料理を出すんですよでも量がすごいんですよでもうお兄ちゃんこんなに食べれないよってなくなっちゃってるんですよねはいなくなるんですよおいしいから今のカレーにパイナップルうん、酢豚ですあ酢豚ですよねあびっくりしたうん カレーにパイナップルありえんってきてるのカレーありえんってすみません酢豚です酢豚ですはいそうね普通のでいいよっていう話ですでもなんかパイナップル入った酢豚好きピザに入ってるパイナップルも嫌いよねじゃあ果物は果物で食べましょうって話なんですよ美味しいけどポテトサラダのりんごもいらないですよいや美味しいけどな美味しいとかじゃなくてっていう話なんですよわかります絶対新しいいもの生まれなよ だから食べ物で新しいものうまなくていいんですよ、別にへぇ、えー、そういや、なんでぼ冒険したきゃけですかじゃさ、じゃあさ、はい、なんだっけ、どこのだっけ、なんかもち米をミルクで えっと似てなんか砂糖とか入れてデザートで出すのどこだっけああフランスかどっかのプリングみたいなやつです、ねうん、あれは私も嫌い好きなんで嫌いなものの話を急に <laughs> いや好きじゃないですけど、うん、<う>やっぱり好みをねまあ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 好みですからね、はいろいろありますよ結論自分は普通に食べたいだけです私美味しかったら両方好き、はいうん、あでもこれだけは食べれないなって思うのは セロリですね。セロリ、匂いがつい食べ物が食べれない。あそう,うよね。はい、パクチーも嫌いだし、セロリ,セロリパクチー、あととかもがっつり入ってたら食べれないですね。チャラっとだったらいいの？チャラ本当にサラッと香りづけぐらいならうんうん、うん。でもしそは大丈夫なんでしょ？しそも香るしそだ。 しそ,でそんなにもうシソっていうのってないじゃないですかほほパクチーだったらパクチーが入ったらパクチーじゃないですかあれは、うん、全部パクチーになるよねそうあのーうん、もうカメムシ食わされてるやめてよだって匂い成分一緒って言いますよあれ成分一緒でも違うじゃんいやでもあれはあれ食べなくて困ることないん、ね、で別に。 そんなこと言ったらいろいろじゃん。ねえ。はい。でも女性好きですよね。なんかあの違うんじゃない流行りもんが好きなんじゃない女の人。ああ。パクチー好きですかきれいです。うちの秀文好きなんですよ。パクチー別皿でよろしくみたいな。パクチーはもうねああ、カメムシって言ったら飛んできたぞ。カメムシあれカメムシじゃないですよ。え、嘘カナブンですよ。 あ、そうなの以上でございい、ますはコメントがねとんでもなくたくさん来てるんですけどどっから読もうかしらっていうぐらいえっと「かゆさんグリーンカレー葵さんが山ちゃんのハートをつかんだり、へえ先週でしたっけ蒼優さんとでもまあねっ雅人はグリーンカレー嫌いだから別として私のグリーンカレーすっごい評判いいんですよ うんすっごい評判いいんですよ。で、注文を受けて、材料費も手間ちも払うから作ってって言われたことが何度もあるので。あすごい。はい。はい。え、ひふみさん、すみません。ご飯は十穀米でお願いします。なんかこの頃いいって言いますよね。体にはいいって言いますよね。みやさん、自分で作れとね。なんだっけ無農薬の、あの、あの、あれが入ったんですよ。手に入ったんですよ。 玄米が。はいはい。で、珍しいので、なかなか手に入らないので、美味しいね、やっぱり無農薬の玄米ね。違うねって言って食べてたら、なんだろう、玄米はやめてくれって、一言怒られたっていう。え、じゃあ、小豆レオか美味しくって食べやすくなるよって。それもいらん普通の白米を出してくれって言ってですよ。そう。炊き込みご飯作ると、ご飯いらんって。いや、炊き込みご飯食べますよ。そうはい。でも、白米が好きなんです単純に。はいはい、それだけです。 熊五郎さん、家、うちの嫁さんの作るカレーには冷凍食品のビジああベジミックスが入ってる。えー、なるほどね。細かいやつですね。綺麗、うん、だもんね。山、えーえー、さん、パイナップルいらない。うん、ひふみさん、作ってもらって文句言うなや。一ぷ堂さん、入れても大丈夫って感じです。パパイイナナッッププルルですねつるくんさんさ豚はいいらない えー、あ、鶴君、久しぶり。かゆさん、出されたものを笑顔で食べるのが男。食べちゃいますよ。あの <laughs> ね、まあ、これも言ったらまた長くなるんでやめてきましょう。はいえー、<laughs> ひふみさん、カレーにパイナップルはありえんだけど出されたら文句言わないでよけるな。 に、あの、あ、酢豚にパイナップル入れるってことは、このパイナップル自体をカットするから。パイナップルの器ができるわけじゃないですか。うん、だから、そこに盛り付けたら、本当に怒られましたね。うん、もう、パイナップル臭いって。あ<ー> <laughs> 酢豚が。はい。もう、ね、もう、あれからしないけどね。で、ベッドに食べた方が絶対美味しいですもん。も、うん、ホッケー。はい。あれからしないじゃん。<laughs> はい、でも、お兄ちゃんいない時はすんだけどね。えー、エマさん、酢豚にパイナップルはいらない。はい 伊福部さん、ポテサラにみかんとりんご入れるとブーイングきます。はい、実家じゃ入れるんだけど。ああ私も好きよ。あと素のもにみかんの缶詰好き。うん、多分これお母さんの味なんだろうね。おばあちゃんマジっていうか。いやまあ。うん。だからうちでは入れないじゃん。いや伊福部さん、フルーツサンドイッチダメな人ですかじゃないですか。あのフルーツサンドイッチはあれはもうデザートとスイーツとして食べるじゃないですか。 パイ酢豚に入ってるパイナップルとかポテトサラダに入ってるみかんってあれはあくまでおかずの中に甘いものが入ってるっていう認識なすよ自分は、うん、だから嫌なんですよいずっと言ってるよねそう食卓で出てくるかぼちゃの煮物とかも好きじゃないですよあそうよね、はい、なんだん卵焼きも好きじゃないですかねうんおかずにならんっていう、ね、はい卵焼きはのあれだよねあのー おつまみだよねしかも特にあの向こうの方の卵焼きって甘いじゃないですか砂糖が余計だからお弁当とかに入ってるといつ食べたらいいか分かんなくなるんですよはいヒさんあさりの味噌汁でガリッとなってからかゆががんとなく苦手になりますそうあれテンション一気に下がるよね砂抜きがね砂抜きちゃんとなってないとかゆさんベトナムで食べたのはいけたよパクチーああなんか弁かなんですかね多分そうだと思うよ 環境って味もも変わるるのあか水だよ、水。クレソンもそうじゃないクレソン、ああ、はいはいはい、それはあるかもしれなね。せりもそうだし。えっと、Z さん、パクチーはこの世のものじゃない。エマさん、パクチー嫌い。バッテン熊野さん、砂をかき出してなかったのね。パクチーは嫌いな人の方が多いですね。はい。鶴くんさん、料理に果物を混ぜるなら同時に出せばよくねっていう感じ私、そうなんですよね。ううんん 2もう二つに分かれる意見も、今日だけなんですよ、皆さん。<laughs> あの実はまさとあの来週からちょっとねあの、しばらく休みになるのでお仕事がちょっと微動になっちゃったのですいません、はい、たまに出ると思うので、その時よろしくお願いします。 えーね今日も結局トークテーマからずれにずれって食べ物の話になっちゃったんですけどもうねカツカレーからね <laughs> そうだ食べ物ってなったらさ焼肉まず何頼むみんなあーでもやっぱり鉄板とか網が汚れる前に牛タンとかは行きたいですよ、ねね、そうだよな、まあ、こまめに網変えてくれる。 なら何で、うん、でも言ってあれですけど、うん、私小袋が好きなんだけど沖縄で小袋が食べれるとこがあんまりないんだよね一か所だけ何でしたっけ、うん、ランプでしたっけチャタンのところにランプって聞いたことあるラン、はい、あそこが一か所見つけてるぐらいであとないんですよ、はい、そうはあー焼肉食べたいなティフミさん焼肉は豚バラ肉オンリーです、はい、ええー ひさん、ハラミから食べて短ン行いきたいななんてハラミいいですよねなんか大阪も焼肉おいしそうだな鶴橋鶴見鶴橋わからん鶴橋韓国系が多いのはその辺ですあれそうなのなんかどこで鶴見さんがあの辺有名じゃなかったでしたっけちゃいましたっけえ鶴くんさんカルビとロースだな焼肉バッテン熊五郎さんミノ座布団初あ好きその辺も好きえかゆさんそろそろ大阪デート えー、大阪行くのは7月の8日からです。なるほど。はい。一福堂さん、そうそあってるよ、鶴橋。なんか鶴橋のなんかありますよね。うん、普通にお店でキムチとか。あ<ー>本場鶴橋の味みたいなえ。じゃあさ、大阪の駅から、JR の駅から鶴橋は遠いの近いのどうなんですか鶴橋駅ありませんでした知らん。<laughs> はい。え、どんぐらいで行けるんだろうもしそんなに遠くないんだったら行こう はい、ねえ食べたいしひいさん鶴橋有名ですねそちらはピリ辛仕立てらしいんですねへえーえー、もうお腹空いてきたよーああカツカレー焼肉いいなあ20分かまあそんなにじゃ遠くないですじゃあひいさん大阪行ったら焼焼肉です,ですよ串カツとかじゃなくて、うん、ああそれもいいなじゃあ焼肉行って帰ってきて串カツ行くか みや、えー、さん環状線乗って15分くららいか知らんんあ,<橋>あれ宮さんも大阪に来れそうなのあれ大阪じゃなかったでしたっけあれみやさんは大阪の下上上上じゃない今日ああそうかうん、うん、そうん一福堂さんも大阪集合だなじゃあでひーさんでしょでみやさんでしょおいいかもしれない <laughs> はいひーさん焼肉田村があります京橋 あタムケンの,タムの美味しいんですか、はい、タムケンところの焼肉なんか結構いい肉が揃ってるって聞きますけどねそうか財布が怖いな <laughs> <laughs> はいなんかみんなで美味しくギャーなんかねオフ会ですかオフ会やりたいですねはいはあ、いいなあいいないいきたいなみんな行きましょう そんなこんなでなんか、あのー、テーマに戻りたいと思いますが皆さん、不思議な体験不思議な話こいつ不思議なやつだなって思うこといろいろありますけど、うん、あとはムカつく話です、ね、ムカつく話とはい、はいまあね、前半不思議な話したんでムカつく話します、ね、この頃ムカつくことありました局長 <laughs> ムカつくことはちらちらぐらいですかねチラッチラあ、でもありましたね。はい 言えることですかうーんとギリ言えるかな <laughs> あのちょっとね、はい、このまあ契約とかいろいろなことでちょっと勘違いしてる人がいて、うん、その人がこういろいろ注意したんですよ僕は、うん、そしたらもうかなり切れまして<は>逆切れってことですか でもう、ああお前話にならないなって思って僕はピッて来た、うん、まあ電話でその後にまたちょっとこのまた別のあれがあって、うん、この間柄みでね、うん、でまた電話してもうこうそうしたらまた話にならないわけですよ、うん、ですごい脅しても来たんですね、うん、怖いだからもう「オッ、うん、オッケー,オッケー警察に言うから」つってピッてまた切って。 それが一番最近ムカつきました、ね、ああ<ー>、はい、そんなぐらいです <laughs> 大きいですよ、ね、そのぐらいですって言うけどちょっとすごいなはいかなりねイライラしましたけどあ<ー>まあしょうがないですよねそういう人もいますからねあ、なん,なんかあのんかの全然こう何だろうなあの 自分,があ自分が勘違いしてて、まあ、勘違いしてる人は勘違いしてることを気づかないんですけど私、それじゃないですよとか言っても,、うん、もう自分の,なんかこの世界観でギャギャやってる人とか悪いてる人とかもう疲れますよねそうなんですよねだから、ね、明らかにこの人の主張は違うんですよはい、はい、もともといきさつから。 いきさつから違うのにもかかわらず、それを譲らないというか。もう全く聞きも耳持たないので、あ、もう知らん、つってピッて切ったりしますよね。名前、はい、どうぞ。なんかありますよね。はい。はい、よったら。何でもない。はい。うん、何が。いや、何もないです。あの。なんかごめんなさい。はい。えっと、ムカつく話。ムカつく話。自分は最近ちょっと、はい。 できたバイトの子が一切返で何を教えても何もう全くうなずきもしなくてでまあキッチンに入ってきた子なのででまあ,あの注文が入らなかったらやることがないのでまあやることの間はメニュー見て覚えてねって言うんですけど目を離すとずっと床を見てるんですよ。<laughs> <laughs> さっきなんて言ったって言ったら「おみたいな。 メニュー見ててねって言っ言たでしょみたいなで案の定先週の先週の日曜日おとといの日曜日父の日だったんで忙しくてやばいやばいってなってまあ、まあ、バタバタしながらやってただそのお客さんに出す料理をまあお客さんの口に入るわけじゃないですかだから決してその汚い場所に置いちゃいけないものを普通に食品を決してきれいじゃないところに生で放置しててそれどうするのって言ったら「あこれ出した でいいですか、みたいに言うから、言うので、いや、絶対ダメでしょと思って、まあ、まだ高校生ではあるんですけど。あ,あ、こ、やばいなと思って、返事もしないし、常識も。ここまで、今時の子って、ここまでなのかな。口あんぐりになっちゃった。へえ、ー大変だね。よかったね、移動になって。大変ですよ。<laughs> <laughs> <laughs> はい。うわそんな感じですね。そうなんだ、はい、怖いね。 <laughs> いや怖いねどっちの話も怖い、うん、局長が言ったやつも怖いしサ人が言ったやつも怖いしいえそれってきついなーと思って <laughs> まあ,あ<ー>変わった人がこっちの話が通じないと大変ですよねその局長の話もそうですけど、うん、客切れされる大変ですよね、うん、でなんか大体そういう人って俺様じゃないですかうん、うん うん相手が合わせるのが当然みたいなとこがある人が多いと思うので俺は俺のペースで行きたいんだよみたいな人はいますよねうんんかもうああもうダメだなって思いますねうんそれがね筋が通すとこは通せばねいいんですけど全く通らないとなると問題ですよねそれはどうするんですかそういう時きあ一応警察に行ってうん 対処法を聞いて「はい、あじゃあそうします」って言って、うん、でもそれから何もないので大丈夫ですね全くですねうんほんとに疲れるわほんと疲れることこの世の中多くなってきてません昔よりうーんどう昔が知らないので自分はあまりあ<ー>しかもなんて言うんですかねこの、うん、昔は、うん この今の状況じゃないのでだからどうしても比較はできないんですよね比較できないけど、うん、なんかこの多分今言ってる自分の話だけじゃなくってことですよねそうそうそう多分そういうのが表に出やすくなったのかなっていう気もしますけどねそれだけなのかななんかなんかしんどいな、うん、いち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 うるさいわって言いたくなる時ありますねうん,うんなんかあの 怒りの話の前に、コメント読んできます。途中で切るなよ。話、次ないからね。は、忘れるからね。すぐ繋ぐんで、たぶん、たまりそうなので。読んどかないと。え、日さん、リアルタイムなんですが、ニュースになったスイターの事件で、天気悪いわけでもないのに。草野球の試合が中止になったのは、想定外にムカつきました。あれね。捕まるまで、ちょっと時間かかりましたからね。はい。びっくりですよね。え、エマさん、自分の言うこと絶対っていう人は無理。 ひふみさん、先々週かな対向車線はみ出してきたり、すり抜け、運転のバイクのおっさんに、拳振り上げられて、なんだてめえぶっ殺すぞ、みたいなことを内なぐちで言われて走り去られた。これ言い逃げよね。うん なんかつままよねねあありすの郵便局とかにコンビニに置いてるボールあるじゃないですかぶつけると色が変わってあれ、アマゾンで買って持っといてほうがいいんじゃないですかでもさっきの話じゃないですけどねそううい結局そういうのが増えてきたからそういう対策が増えてるわけじゃないですか本当にストレス社会ってよく言うけど確かにそうなのかもしれないけどなんかこう生きづらい世の中になってんだろうなって。 結局は自分たちが余計なことをしてストレスを自分で増やしているような気しかしないですけどね。本当になんかの逆に便利になったがために例えば今まで3日で仕上げればいい仕事がいろんなことができる、うん、こう調べに行ったりとかしないでもうパソコンで調べちゃってすぐ出てきたりとか、はい、資料もなんかこう簡単に添付できたりとかコピペできたりするから。 まあ作業はできる人によっては早いいじゃないですかでそんなことをなんかできるようになっちゃったもんだからこの仕事の期限も短くなるってことは仕事の量が増えるわけじゃないでも増えたってやっぱり疲れはくるわけでそこ考えてくれよとかってだから出張とかも新幹線や飛行機が便利になったのがために。 飛行機以上に新幹線が、東北新幹線が出たときに、みんなが嘆いたのは、出張が日帰りになったり、あの今まで3泊、4泊の出張が2泊で済ませられるようになったりとか、したのが体に効いているっていうのを聞いたことありますね日本はやっぱ海外に比べて、そういうのは厳しいって言います、厳しいというか、うん、仕事の内容的につらい、うん、結局、残業が他の国に比べて多い、な、うん、なんでなんでだろう、ね、と仕事を家に持ち帰る。うん 絶対に持ち帰らないって言いますもんね、うん、仕事は職場でしか絶対やらないっていうの、ね、そうそうでで残業するやつとかは仕事ができないからだろっていうレッテルが貼られるわけで休み取らないで仕事してるのはやっぱりできないやつのねあれがレッテルが貼られるわけで EU k なんてお昼寝時間あるじゃないですか <laughs> 職場にあれいいと思いますけどね大事 <laughs> ねえいいのこの間なんか Facebook とか Google とか、うん、あと IKEA かなの 本社のテレビでやってたらうちのおチビがああ、グーグルに勤めたいって言ってましたからね。<laughs> あ、そっかそでもさっきちょっと出たストレス社会ストレスって言葉を逃げ道に使いすぎてる気がしますよね、うんうん、何でもやった後にストレスがとか、うんうん、今ちょっと鶴君んさんのコメントで来てるんですけど、はいはい、この間マンションの貯水槽で、えー、業者が泳いでる動画があったよねマンションの上にある貯水槽の清掃中に水の中で泳いでたみたいな。 で結局あれってすごい防犯が整ってるんで絶対関係者だろってなって調べたらやっぱりその業者が掃除する時に服脱いで入ってたみたいなっていうのがあったりなんですかねその自分から発信しやすくなった分そういう余計なことをする人が増えたというか,なんかちょっと考えたらこれってだめよねっていうようなことやるよね注目されることだけを考えるというか。 浅はかなことを平気でするようになってるよね。うん、うん、節度がないというか。資料が浅いですよね。うん、浅いなって思いますね。はい、ええー、皆さんの定時で帰れない雰囲気あるよね。うん、あのー、うんうん、日本は集団構造をちょっとあまりにも擦り込みすぎてる気がしますね。うん、その協調性は大事ですけど、うんうん、仕事が終わってるなら帰って全然いいわけじゃないですか。